日本長野県、上田市、腰越腰越,越,越,越は、長野県上田市の地名。上田市マリコ地域の南東部に位置する。北に、上田市東内、上マリコ、東に、北作郡立下町、南に、小さ型郡長場町、西に、上田市武市地域に接する。中央に、鳥羽山がそびえ、その周りを与田川が北流する。鳥羽山勢力に、鳥羽東志港があり、マリコ地域を潤す。 農業用水路、塩川関の起点となっている。鳥羽山北六が中心集落となっており、国道沿いに商店街は形成されている。向井、深山といった農村があるほか、町域の南東部には別荘地の新州マリコ高原グリーンヒルが造成されている。2019年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。向井、 深山が農業地域となっている。町内に農業用水路、塩川関の取水口があることから、下流の村落と比べて水利面で優位に立つ。腰越,越2 5 3人から2には、農産物直売所の腰越,越農産物直売センターがある。国道沿いには、商店がのを連ねる。明治以降、製紙業の流星を受け当たり、町域にも、製紙工場が進出したが、 昭和以降衰退した。現在では、腰越,越1544番地に、食品メーカーの FD フューチャー株式会社の本社及び、マリコ工場が稼働している。町内に鉄道駅はない。品野鉄道品野鉄道線、大谷駅がもより、古くから、諏訪道、塩田道、佐久道といった街道が交差する交通の要衝であった。 1988年には小屋坂峠を貫く、国道254号、小屋坂トンネルが開通し、内村川沿いに広がる上田市東内へのアクセスが改善した。国道沿いにバス停留所があり、選挙区バス、竹市線、JR バス関東、長久保線が運行されている。マリコ町駅、JR 上田駅方面及び、上田市竹市地域。 長戸町方面へとつながっている。また、深山、グリーンヒル方面へは、マリコ地域循環バス、マリンコ号が運行されている。鳥羽山の麓の地域は、土砂災害警戒区域に指定されている。また、与田川よりも北側は休憩者のため特別警戒区域に指定されている。ありがとうございます。